皆さんこんにちは、リキトです。今回ですね、皆さんお待たせいたしましたというところで、まあ、あの作品がついに最終回を迎えてね、まあ、数日経ったわけなんですけれども、もう今期ナンバーワン最終回だと、あまりに素晴らしすぎる完結だったという項で、まあ、かなりですね話題になってまして、まあ、X の方でもですね、もうマジでよかったっていう声が、溢れている。そしてリキトさん、これマジで感想とかぜひ上げてくださいっていう声ね、非常に多くいただいておりましたけど、ちょっといろいろね、構図で立ってこんでたこともあって、なかなか動画を上げられていなかった。今回あの作品についてね、まあ、最終回、まあ、感想とかいろいろね話していきたいなと思います。はい、まあ、1話からですね、本当も異色のスタートというかね、とんでもない衝撃的なね、あの面白さでですね、あのもうまさか、しかもこういう作品なのかっていうところで、驚きも与えて、くれました。今回紹介して今期ナンバーワン最終回との呼び声も高い作品、それがこちらでございます。ミドリー、いやー、どうでしたか皆さん。ミドリーね、まあ、ぜひね、感想なんかもね、どんどん、まあ、コメントの方お待ちしてますというところなんですけれども、ミーとダリーに関してはですね、11話の際も、感想動画ですね、上げさせていただいて、はい、もうめちゃくちゃ やばいことになってるぞと、とんでもない展開になってるぞっていうことを言わせていただいて、そして、12話、13話どう完結迎えるのかっていうところで、楽しみだった中で、まず、まあ、いつもよりですね、最初ネタバラシで、このネタバラシの感想っていうことなんですけども、まずネタバラシの感想、結論しましては、正直ですね、もうめちゃくちゃ良かった、めちゃくちゃに面白かったし、もう泣きましたね最後。いやー、もうこの作品をね語る上では、やっぱまあここは触れないといけないというか、うん、もう本当に本当辛いことがねあります。それが作者さん、原作者さんの佐野先生ですね。今年がんで亡くなられてるんですね。8月にね。36歳だそうです。本当にお若い年齢で亡くなられたっていうところで、まあ、ミーとだって僕もともとタイトルは知ってて、でも見たことはなくて、で、まあ、あの来期からやるぞっていう中で亡くなられてしまったという子で、まあ、ものすごくね、やっぱ坂本デスカって作品も人気で、まあ本当愛されてる作者さんでしたんで、まあこうすごいやっぱ悲しみの思いも多かった中でね、アニメどんなものが見れるんだろうって思ってた。うん、そんな中で最初はね、やっぱサスペンスなんだろうなって言ってね、思ってみたら、とんでもないギャグぶちかましてきて、これがシリアスギャグがみたいな、もう大笑いよ。その上で本筋も面白そうっていう中で、どんどんやっぱサスペンスが進んでいく中で、まあ、ギャグも忘れず、うん、っていう中で、やっぱ1話の衝撃はなかなか超えてこない。それだけやっぱ1話面白かったなと思った中で、最終回、うん、素晴らしかったですね。これ以上ないというか、もう見事すぎる完結、うん、最高の完結を見せてもらったし、で最後ですね、サクさんへの、まあ、何が書いてあったか分かんなかった人もいたと思うんですけど、フランス語になるんですかね、まあ、追悼のメッセージ、佐野奈美先生のメッセージもあって、でそれをまた書いてる、これがまたもう、まあ、そんなにね、やっぱこう作品を触れる上で僕もどれだけ触れていいのかとかね、やっぱいろいろ思いがあったんですけど、本当もう感謝しかないし、今回多分悲しすぎるってサムネあったんですけど、もうね、通常だったらね、次回作がとかさ、佐野先生すげえって言うと、まあ、やっぱ佐野先生に思いは届くはずなんですが、今回はね、もう天国にいる先生に思いを届けたいなと思います。本当に、こんな素晴らしいね、作品見せていただいて、制作人のみんなも、やっぱみんなというか皆さんも、やっぱめちゃくちゃ頑張ってくれたんですよね。もう、やっぱ思いはこもったと思うし、やっぱ絶対にこうね、もう、本当先生にこう天子の先生がさ、喜んでもらうアニメ化しようって思いが僕はさってきたね。もう素晴らしいもん見せてもらったし、でやっぱ今後さ、もう次回作がもう見れないんだって思うと、もう
ものすごく辛いですよね。いやもうね、本当、まあ当初からねそういう意味でも注目してましたけど、やっぱな面白さとしても半端なもん見せてもらったし、セザグリンの最後やっぱメッセージもあって素晴らしかったなって。思いましたね。はい、もう本当にこの作品に関わってくださった全ての方にありがとうって言いたいし、まあ、編集部とかね、まあ、メッセージとかも出てましたけれど、メッセージとか文とかも出てましたけれども、はい、まあ、内容としてもですね、漫画原作っていうところなんで完結までやるのかっていうことは言われてたんですけれども、イカロちゃん完結までやってくださって、むしろ最後ね、まあ、アニメのしっかりこの先生の演出っていうのもあってっていうところで素晴らしかったですね。はい、まあ、なんかかなりやっぱギャグの部分とかはねカットしたっていう話は原作ファンの方からは、聞いてますけれども、はい、まあ、テンポ感っていうかね、やっぱしっかり本筋を進めることを優先したっていう中で、まあ、なかなかやっぱ原作完結、原作がある中でね、こう完結まで描かれる作品ってやっぱ少ないですね、特にワンクールで、うん、っていう意味ではやっぱすごい綺麗に回ってるから、まあ、やっぱね今回 最終回の話題を聞きつけて改めて見たって人もいると思うし、多分序盤ねやっぱギャグがめちゃくちゃ面白かったんですけど、多分癖が強いんでやっぱりね合わないって人もいたんですよね、やっぱりね、うん、ぜひねやっぱ見てほしい、うん、やっぱこう、まあ、完結までワンクールで完結するんで、それもねやっぱ見どころなんですけど、まあ、13話っていうところで、はい、まあやっぱ最終回というか終盤すごかったですね、めちゃくちゃ良かったね、うん、いやこうまとめてきたかっていうのもあったし、うん、いやまあ作者さん前作の、ね、坂本ですが、これもアニメ人気で僕見たことないですけど、またこれもね、これもワンクールで完結してる話らしいんですけど、なんか見たところによると、それもね楽しみに、また見たいなと、思ってますし、はい、ミートだね、本当にめちゃくちゃ面白かったなというか、やっぱ新境地でしたね、うん、なんかこう僕もねやっぱね、どうしてもやっぱ萌え豚なもんですから、可愛いキャラ出てる作品とかにさ、キャーってなっちゃうね、よくはなっちゃうんですよ、このキャラ可愛いみたいなね、なりがちなんですけど、ミートだねって可愛いキャラ推しじゃないんですよね、で、まあ、かっこいいとかそういう推しでもないんですよね、うん、でももうめちゃくちゃハマったっていう、なんかもう本当作品の推しでもあるし、キャラの魅力でもあるし、うん、まあ、途中から出てきたキャラもすごい立ってたよね。うん。ということで、めちゃくちゃ入り込んだ作品で、やっぱこう、1話がやっぱめちゃくちゃ一番良かったのかな、なんだかんだと思ってた中でね、うん、でもやっぱ最後こんだけのもん見せてもらって、はい。最高の最終回。うん。めちゃくちゃ良かった。もうぜひね、ほんと、少しでも多くの人に、この作品、見てほしいなと思うし、僕はやっぱこのアニメをこうやって見れたこと、うん。まあ、本当はね、やっぱこう、さきさんね、ご同盟の状態でって思いましたけど、まあ、闘病も1ヶ月だったみたいですね。いやー、こればっかりやっていうのはあるんですけどね。もう、まあね、やっぱもともとね、まあ、その作者さんが亡くなったっていうのはね、まあ、よくやっぱ結構、まあ、情報として流れてくる中で、やっぱこう、ねえ、こう実際に先に触れて、やっぱこんだけすごいもん見てっていうのはあるとね、まあ、やっぱ制作陣のやっぱ思いもあったと思うんですよね。まあ、それがまた僕は良かったなと思ったし、はい、っていうところで本当ミートだりね、はい、めちゃくちゃ良かったです、マジでみんな見てほしいなと思います、最終回も最高でしたね、はい、ということで、エンターマッチの感想をしまして、主題歌とかもね、あの BGM とかもいろいろな部分で僕はハマった作品でしたね、はい、っていうところで、やっぱもうキービジュアルとかから想像もつかないような話が展開されていくので、まあ、ぜひね、もう、まあ、いろんな人見てほしいなと、どんどんみんな周りにも布教していってほしいなと思いますし、先生ね、まあ、本当心より、まあ、ご冥福お祈り申し上げます、はい、というところでね、ナダル話の感想を受けまして、この間ワリの感想というかをね、話していきたいなと思います、ネタバレにご注意くださいというところ、最終回もネタバレで、ね、もう話していきますというところなんですけども、ネタバレの感想としてはですね、マジで最終回もネタバレね、ご注意くださいね。やっぱまずもうちょっと最後のもう僕、みっちゃんの霊が書く、あのね、あの精霊みたいなの書くね、もう、てかみっちゃんがさ、こう、やられてからもう活躍するんだね。これがまたね、もうやられちゃうよね。ルイスインが、マジでこれ、みっちゃんこれやられちゃうのみたいなさ、なんかかばって、ね、死んじゃうじゃないですか。で、僕はやっぱあのシーンとかもやっぱめちゃくちゃ印象的な中でさ、みっちゃんがやっぱ助けてくれるんですよね。うん、で、まあ、あれって一見完全フィクションなんですけど、やっぱだからこそいい部分があって。っていう中で、最後、佐野先生のメッセージ書くのみっちゃんなんですよね。これもう、本当に、せざくじの皆さんありがとうございます、本当に。
もうね、いやもうこれなんかまあそうだろうなと思ってやっぱ調べたらそうで、もう泣いちゃったね、これもう、これもね、これもやっぱなんかよ、これも良かったなと思ったんだけど、はい、まあでも内容的にもね、やっぱ最終回ね、やっぱこうミニとダリの、まあついにダリにね、もうやけどできちゃうっていうことで、どうすんだ、もう二人で一役できないぞっていうことが、もとも前回で、まあ分かったわけなんですよね。だから今回どうするんだろうと思ったら、まあ、老夫婦の方からね、気づくっていうところの、展開で見たり、でもこう4人で食卓をもう投げたよね。あのなんかクリスマスフレンズ2つあってさ、なんて粋な夫婦なんや。最初疑ってすいませんでした。この夫婦怪しいんじゃないって言って、すいませんでした。多分最高の夫婦でした。ああ、もうね。で、右、左って言ってさ、ね。よかったな。めちゃくちゃよかったっすね、これ。もうね。ここもすごい良かったし、でまあ数年後っていうところでね、まあエイジも持ってくるんですね、まあ、少年院行っててみたいなところで、まあ、まあそれなくな、まあかなりもう大きな事件を起こしてしまったわけですからっていうところで、まあエイジが戻ってきて、またみんなでこう食卓を囲みながら、ね、あのマルタがめっちゃイケメンになってたりとか囲まれたよね、マルタはね、カレンちゃんのもういい感じになっちゃったりとかね、あと秋山も最後まで面白いんですけど、はい、っていう中で最後さ、ミーとダリがそれぞれの道行くみたいな、まあ、これも良くてね、まあ、見事な完結というか、逆に残り2話でどうする、何をやるんだろうみたいな思いはあってね、やっぱ完全にクライマックスだったね、11話で。ねえ、マスカのエイジがね、お母さん刺しちゃってみたいなところ、どうするんやろうと思った中で、そう、まあ、前回はまた劇的でしたけど、まあ、今回最終回、まあ、見事なね、形というか、まさかやっぱこう、夫妻が気づくとは思ってなかったんで、やっぱそれだけ完璧なミーとダリだったんで、でも、愛があるからこそね、やっぱ二人よく見て、二人ってか、一人くんよく見てたからこそやっぱ気づいたわけですよね。っていうのがまたね、めちゃくちゃ良かったなって、思いましたね。はい。いや、もうほんと素晴らしすぎる、もう最高の、最終回だったなと思いましたし、やっぱこう、まあ途中から出てきた秋山とマルタって、これがやっぱめちゃくちゃいいキャラしてたね。マルタの大活躍で、あの音がね、あったことによって、エイジがね、なんか、父の弁が回ってみたいな話もありましたけれども。でもありながら、最後やっぱ右とダリがですね、まあ、こう、ダリが本当もう二度と姿を現さないっていう感じになってたんですけれども、まあこうやって、みんなでこう、なんか食卓を囲めたりとか、ね、パイを作ったりとかね、あれも最後面白かったですけどね、女装してきたりとか。いろいろすごい面白いところ、またなんか笑わせてくれるところもあったんですけど、はい、やっぱすごい最終的にやっぱ心温まる作品でもあったし、見事な完結、見せてくれたなって、思いました。やっぱみっちゃんよかったな、みっちゃん、はい、っていうところで、ほんといろんなキャラにね、最初やっぱミーとダリの2人が面白すぎるっていうところから始まってったんですけど、やっぱ最終的にやっぱもうその山夫妻ももちろんなんですけどもね、やっぱもうめちゃくちゃ魅力的なキャラがどんどん出てきた。それがやっぱシリアスな部分でも、やっぱこうギャグ的な部分でも、やっぱ面白さを加速させたし、物語のやっぱキーにもなってたなっていうところで、素晴らしかったですね。はい。めちゃくちゃ良かったなと思いましたね。はい。もうこれ泣くわ。もう見事な完結だったなと思って、本当佐野先生ね、こんな素晴らしい作品を生み出してくださって、本当にありがとうございました。ありがとうございました、本当に。ね。僕の声が天国に届いてるとね、信じながら、まあ、今回の動画は。以上としたいと思います。皆さんね、いろいろ感想なんかも、コメントお待ちしてます。はい。まあ、ちょ僕はちょっと坂本ですが、前作もね、ちょっとまだ見たいなと思ってますんでね。もしかしたら、ね、感想とかもね、ライブ放送とか、まあ、サブチャンネルかなんかで話すときも来るかもしれません。はい。ということで、今回のが以上としたいと思います。まあ、本当にすごい癖の強さもね、ある中でしたけどもね。はい。めちゃくちゃ、てーれーて、メッセージって主題歌ね、BGM とか演出に関しても本当にめちゃくちゃハマった作品でございました。本当に、皆さん、制作の皆さんも本当ありがとうございました。ご視聴いただき、ありがとうございました。